福崎ケープホテルは、福岡県糸島郡二条町仕掛けに、かつて存在したホテル。串崎ケープホテルは、泣き砂で知られる姉子の浜の西側にあった。東京都中央区の二階堂建築設計事務所が、設計を担当した鉄筋コンクリート5階建てのホテルで、1968年に観光会社が営業を開始したとされ、二条町によると1964年に、 県の事業認可を受けたとされる。2004年時に73歳だった地元の女性によれば、1970年代前半しか営業していなかった記憶があり、きらびやかなネオンに田舎には場違いな施設という印象だったという。1973年に休業し、1974年頃には事実上閉鎖状態となったともされる。1987年に、 博多区内のホテル業者が購入したが、この会社も後に倒産した。1988年には、スポーツのポロ用の馬を育てる福岡市の会社に譲渡され、旧社として使用されていたが、1992年3月には、それも休止。2001年には、福岡地裁で、会社構成法の手続きが開始されたため、2006年の解体開始時点では、 合成管財人が管理していた。建物は老朽化が進み、窓ガラスが割れ、錆びた鉄筋がむき出しになっていた。一帯は、限界国定公園の第一種特別地域であり、町の担当者はこのホテルも、改修か改築しか認められないと説明していた。やがて、串崎ケープホテルは、インターネットの掲示板で、心霊スポット、幽霊が出る。 謎のリゾートホテルと紹介されるようになり、不審火が相次ぐようになった。2002年12月から2006年の解体開始時点までに6件の不審火が発生し、建物の早期解体を求める声が上がっていた。2003年10月には、二条町と住民が、関在人に解体要望書を提出しており、福岡県自然環境課も二度にわたり解体するよう文書で指導した。 しかし権利関係が複雑であったため、解体の話はなかなか進まなかった。2004年にはホテル内で変死体が発見される事件も発生している。発見者となったのは肝試しをしていた福岡市内の大学生の男女4人で、9月4日午前6時ごろ、2階の天井の剥き出しになった鉄筋にロープをかけて、首をつっている死体を発見し、県警前原署に通報した。 死体は身長170センチの痩せ型の男性で25歳から35歳と見られ死後も6時間が経過していた2006年8月28日になって業者により屋内のゴミの運び出しが始まり解体作業が開始された町によると解体作業が始まったのは低等検者らの同意が得られたためと見られ 解体工事は12月20日までの予定とされた。現在は、さらちとなっている。ありがとうございます。